ラルフ・レール・アンハート・シニアは、アメリカ合衆国のオスカロライナ州出身のナスカー、ドライバー。1980年、1986年、1987年、1990年、1991年、1993年、1994年の7回、ナスカーの年間チャンピオンを獲得。二千一年のデイトナ五百の最終週間に、 コンクリートウォールに激突し、頭蓋骨底部骨折により、即死、去年49歳。その死は、スポーツ界に衝撃を与えた。2002年、米国モータースポーツ殿堂入り。2006年、国際モータースポーツ殿堂入り。2010年、ナスカー殿堂入り。生前はシニアをつけず、単にデイル・アーンハートと呼ばれていた。息子のデイル・アーンハートジュニアもナスカードライバー。 アーンハートは、ノースカロライナ州カナポリスで1951年4月29日に、ラルフ・アーンハートとマーサ・コールマン夫妻の間に生まれる。父親のラルフは、ノースカロライナ州における、ベストのショートトラックドライバーの一人であり、1956年には、ナスカーチャンピオンを獲得している。ラルフは息子にレースドライバーにはなって欲しくなかったが、アーンハートはレースに対する夢を諦められず、 そのために学校を退学した。アーンハートにとって父親のラルフは厳しい教師であった。ラルフは1973年に自宅で心臓発作のため死去し、アーンハートは父親に対して自らが自立したと感じるまで長い年月を要することとなった。アーンハートは1968年17歳で最初の妻となるラタネ・ブラウンと結婚した。 二人の間には、最初の息子、ケリー・デールが1969年に誕生したが、1970年に離婚した。1971年には二番目の妻、ブレンダ・ジーと結婚し、1972年に、娘のケリー・キング、74年には、息子のラルフ・デール・ジュニアが生まれた。二番目の息子が生まれて間もなく二人は離婚し、アーン・ハートは、 その後1982年に最後の妻となるテレサ・ヒューストンと結婚する。1988年には娘のテイラー・ニコルが生まれた。キャリア通算676戦76勝、シリーズチャンピオン7回記録はナスカー公式よりありがとうございます。